さあ、今日も楽しくプレイしよう。いらないんですか？薬草はいらないんですか？教えてほしいだけなんです。今まであんまり気にしてなかったですけど、こんなお使いみたいなことを繰り返して、本当に俺
女神様に言われた通り壺の中は調べた。あれ、よく考えたらおかしい。何も入ってない壺の中を調べるってなんか頭。女神様はどうして俺にこんなことを。魔王を倒す勇者って言われても一度も村の外には。そういえば俺ほんの数年前のはずだけど何も思い出せない。村に来る前のこと。俺ここに来る前俺はどこで。ダメだ、昔のことを思い出そうとすると。え、おかしいなあ。ねえ西郷、この辺で美味しそうな匂いしたよね。知らん、俺に。それより予定の時刻を過ぎて。はーい。なんだ空と。でもそんなバカな話。ついさっき本当に見たんだ。話を聞いてくれ。目が何を言って。なんだ。衛星管理棟で原因不明の爆発が発生。繰り返します。衛星管理棟で原因不明の爆発が発生。衛星管理、何のことだ。女神様。おい、一体何が起きてる。村の人たちが村の外へ行ってそこに何があるのか。ん？カズキ。ああ、預かった写真と同じだ。彼はおそらく。まあ落ち着きなよ。僕たちは君を助けに来たんだ。助けに来ただって。この人たちはついさっきまで村で平和に暮らしてたんだぞ。待て、話が噛み合っていないようだ。洗脳かな、あの男の性格なら。なんだこいつら。君の名前、黒中陽君で。黒中
君の名前は勇者黒中だ。よう、ようって、そういえば反応がなくなる直前、女神様にも。あれ、予想は外れかな。イロホ好き。ヤクモスイ。なんなんだよ、なんだよこれ。どうして、さっきまで家だったものが、う手加減そこだ。いや、この隙ができたな。倒れろ。このでや。はっ。うん。このでや。いや。畳みかけ。この。そら、いや、うん、さあ、そら、はっ、この、うん、そこだ、うん、まだまだ、てや、いや、そら、てや、うわあ。マジかよ。ん？やあ！誰だってことはないでしょう。私たち、
幼なじみ。おいよ、お、村？陽の言ってる村って。時間は女神に騙されて血の気が引くような感覚とともに全身の力が抜け、箱庭の世界は嘘で塗り固められてできていた。ゲームのような世界で失った。2年という長い時間、俺は一体誰なんだ。溢れ出る疑問を頭、過酷な真実から自分の心を守るかのように。いやいいね、こんなに楽しいのは久しぶりだよ。君ならこれに耐えられるのかな。よかった。ったくおめえは。気分はどうだい。間違う。それってもしかして倒れた時はどうなることかと思ったけど、多少は記憶回復けど、これ以上ここに留まるのは危険だ。シティをどうし、はあ、まだ混乱してるみたいだから、君の幼馴染たちがお猿さんみたいにキーキー言いながら右往左往してるのを。誰がモンキーだ。こら、カズキさんひどい。まずは自己紹介だ。僕は青山カズキ。僕らは他の8人の仲間と一緒にこの24シティに乗り24シティ、わからないことだらけっていう顔をしているね。今僕たちが立っているこの場所は24シティと呼ばれ、地上には他にも23のシティがある。個性的なシティが多いけど、でもこの24シティは誰も頼んじゃいないのに、その正体は地上を侵略監視するための空中用。まあ内部にあんなテレビゲーム風のエリアがあっただなんて。地上を侵、まさかあれがその時の。こっちの二人組はイロハ月ちゃんと、や、僕らがこの24シティに潜入するタイミングで、記憶にない幼馴染。でも多分彼らは信用できる。もうちょっと彼らに質問してみよう。今の俺はここから何、俺の記憶がなくなったのはあの、おめえあの仮面野郎については覚えてんのか。断片的に思い出したんだ。俺は燃えて多分、でもその仮面の男は我らの敵、いやネオ東京国民にとって史上最悪の。君は全く覚えてないみたいだけど、たった一人でネオ東京国全域を武力制圧し、この数年の間に侵略後の声明文で名乗った名前はゼロ。名前以外のことは。ゼロ、そいつが俺の記憶。たった一人で地上の全てのシティを侵略って。ゼロは
AI の搭載された軍事兵器を無制限に自律移動する軍事ドローンやロボット、今はお面をつけた雑魚構成員たちもいるみたいだけど、おめえ本当に何も覚えてねえんだな。俺たちの故郷目黒シティがあいつに侵略された時、俺たちはあいつの攻撃であっさり乗されちまって、目が覚めたら要はどこにもいなくって、後で戦いの様子を見てた町の人に聞いたら、ようだけが最後にあの男に連れてかれてどこかへ消えたって。で今日までずっとおめえの手がかりを追ってここへたどり着いたってわけだ。たどり着いたっていうか、それに関しちゃいいじゃねえか、ようが味方につきゃちゃんと戦えるだけの記憶がある。な、そうだ、声がでけえんだよ私、ヨウのスマホを預かってたんだよね。俺の、うん、焼け野原になった目黒シティにこれでようやくヨウに返せるね。スマホを見るのは後にしよう。敵の本拠地で同じ場所に長居するも早いとこ、仮想にある脱出ポットを目指そう。脱出ポット、そんなものまである？乗り込んでおいて帰れませんじゃカッコ悪いでしょ。そのあたりは仲間が仮想までの脱出ルートを確保しているはずだ。俺は2年間も過ごしてきた、今夜もう帰る場所なんて、これから俺。心配すんな、俺たちが先に行って梅雨払いしてきてやる。要はしっかり私たちについてきてね。ここの地図はちゃん頼む、二人とも。おめえに素直に礼を言われると、いいか、全部の敵を相手するわけにはいかねえぞ。もし敵に見つかる、分かった、気をつけるよ。よーし、俺は負けられない。そこだ。
なで分けよう。どいてもらう。たっ、遅い。しまだまだ。ふっ、そらはっ、このでやせ、そらしふっ、はっ、このでやくらえ。たっ、どこだ。俺の守りは鉄壁だ。手加減はしない。はっ、ここまでだ。はっ、畳みかける。はっ、倒れろ。よっ、そこだ。はっはっ、隙ができたな。このせはっでし、このはっよっ。よし。ジョイサー！うん。あれは？心配いらない。僕らの仲間。さっき村で見かけた。空を飛んでると思ったせいで混乱してたけど。ごめんごめん。それで人工衛星。ふん、惜しいことをした。あの技術を解析できれば。あれはネオ東京にあって良いものではない。それで月たちの幼なじみってやつは見つかったのかよ。うん、バッチリ。紹介しよう。彼がカズキさん。そういうのはやめいいじゃないか。か食べ物の匂い。ねえ、何か食べ物持ってない？おい、そんな得体の知れないもん食ってごちそうさま。早えな、噛んでねえだろ。そうか、
あいつが救助班のターゲット。お前ら手が空いたのなら手伝う。そうだね、そろそろ加勢するとしよう。一緒に戦うよ。よスイ、お、タイミング合わせていくぞ。仲間との共闘か、いいなこういうの。何か言ったよ。いや何でもない、力を合わせて。行くぞ。さあさあ、うらいだ。遅い。さあ決まっていくぜ。隙ができたな。まだまだ、まだ出せ。倒れろ。フルパワーだ。さあ仕留め。はこのはいくら集まっても無駄だ。この畳みかけ。まだだぜ。遅いよ。まだだぜ。そこだ。この隙ができたな。はっ、まだまだ。ラスト、いや、ここまでだ。フルパワー。フルパワーだ。来るよ、よいしょ。やっと出ないな。そこだ。せっ、まだだぜ。倒れろ。よしと。思っていた以上に簡単に連携攻撃。幼馴染っていうのは本当なんだな。にしてもおめえずっと敵に捕まってた割には。ああ、それは訓練？勇者としてのトレーニングだよ。能力値が上がる。悪い、何言ってんのか全然わかんねえ。俺もだよ。なんであんな今は頭にかかっていたモヤみたいなものが。じゃあさ、 XB についても。 XB？ え？もしかしてよ。マジかよ。要はすっごく強い XB プレイヤーだったんだよ。バカ言え。一番強えな俺。スイが強かったのは肩だけでしょ。いや、だから、説明してあげたいけど。まあ大丈夫だよ。ノリが軽いな。こっちは気ヨウと XB は死んでも切り離せないものだからね。そんな大事なものを忘れてるんなら気にすんな。こいつが適当すぎ。じゃあさ、ここを脱出したら。え？ヨウ、前はいつも言ってたよ、 XB の練習だったら体動かせば思い出すんじゃないかな。頭で覚えてなくても。だから心配しないで、 XB のことも。ぶっちゃけ俺もあんま心配してねえしな。こっちが心配してやってんのに、いつの間にかケロッとした顔でバカバカしいからもう心配してやんねえよ。もうすいってば。まあとにかく今は一緒に地上に住んで帰ったら早速 XB しよう。私たち同じ夢を追いかける仲間だもん。同じ夢を追いかける。はい、誓いの印。え、あ、今回は何。ヨウが無事に地上へ帰れます。なんだそりゃ。そりゃ誓いっていう。いいでしょ、こんな時なんだしさ。へえへ。ほらほら、ヨウも手
これ、誓いの印だよ。私たち拳を突き出せばいい。うん、そうそう、 なんかぎこちねえな。 お互いの拳から体温が伝わってくる。ようが無事に地上へ帰れます。簡単でなんできる気がした。たとだから俺は3人で無事に地上へ帰れますように。おい、さっさと先へ進むぞ。あ、ごめんなさい。それじゃあ2人とも気張っていこう。どいてもらう。やった、そこで寝てな。そこだ、まだやれんだろ。そこだ、やこの、まだまだ最後だ。望むところだ。これでどうだ。まだだ、まだまだ、ここだ、人が倒れろ。フライだ。うまく使おう。よっ、望む、畳みかける。よっ、ふっ、倒れろ。せっ、よっ、ふっ、ひとめでや。よっ、この、寝てろ。ふっ、ラスト行くぜ。よっ、ぎゃー。
行くぞ。はっ、うん、やっさあしっはっ、ここだ、せまだまだし、うん、倒れろ、からじだ、やっさあ、うん、し、この、うん、くっ、畳みかける、し、うん、隙ができたな、どめ、この、気をつけろ、せ、これでどうだ、まだだぜ、この、はぁ、うはは、くらいだ、ほっとすんな、でや、せ、さ、せやっ、うわぁ、やったぞ。みんなのために、行くぞ。やだ、はっ、倒れろ、はっはっ、隙ができたな、まだまだ、はっはっ、でや、このうわっ、じゃ寝てろ、はっ、うん、でや、このさあ、しっ、うわっ、畳みかける、さあここだ、はっ、はっ、ほんとすんな、隙ができたな、じゃあ、ぶっ飛べ、決まれるわけには、せ、さあ、いや、ほんとすんな、さあ、さあ、いや、いや、はっ、うん、せ、まだまだ、さあ、さあ、こら、いや、飛べ、さあ、この、ぶっ飛ばそう、気をつけろ、数で圧倒、望むところだ、せ、そこだ、いや、隙ができたな、ちょ、まだまだ、さあ、そこだ、いや、飛んでけ、うわぁ、さあ、いや、この、畳みかける、いや、倒れろ、まだまだ、さあ、はっ、うん、さあ、せ、この、飛んでけ、はっ、いや、そこだ、いや、倒れろ、じゃ、この、ここまでだ、うん、じゃ、この、はっ、これでどうだ、この、いくよ、ほっとすんな、じゃあ、ふっ、はっ、はっ、くらいだ、せ、気をつけろ、遅い、せ、せ、飛べ、とからきだ、はっ、せ、さ、さ、いや、スーパーマーだ、はっ、せ、ほっとすんな、はっ、まだだ
ぜ。せせえ、くらいだ。そこだ。はっ、吹き飛べ。せっ、さあ気をつけろ。えよっこら、まだだぜ。ちゃっ、はっ、せえ、やっ、これでどうだ。わぁ、成長した気がするな。お、何か落ちて。ああ、いいものを拾ったね。テンションカード。簡単に言うと、誰かの思い出が刻み込まれたカード。持ってるだけで強くなれんだよ。カードには感情の力が宿ってるからな。なるほど、装備品みたいに。そういうこと。僕らが戦闘で使っている、厳密には専用のカードリーダーに差し込む必要があるし、一度に5枚までしか効果は。ふん、貧乏人はテンションカードも知らんのか。貧相な装備で足手まといになられても困る。仕方ない、僕のスペアを恵んでやる。え、いいの？ありがとう、トドロキさん。お前にもやると言った。この人、最初は感じの悪い印象だったけど、ありがとう。右も左もわからないから助か。本来なら床にカードを巻いて拾わせているところだが、ち、手渡ししてやるか。全言撤回だ。
やったぞ。やっ、決まっていくぜ。すぐに畳みかけるこの、まだまだここだ。じゃ隙ができたな。寝てろ。まだだぜ。さあ、せっ、暗いな。さあ、せっ、やるしかないな。はっ、おそらく片付いた。せっ、倒れろ。ちゃ、まだまだ、やべ、ここで寝てな。はっ、よし、食らえ。よし、ガラッチだ。
に終わらせよう。ドラはっ、この畳みかける。しどこだ、由来だ、ま、ぶっ飛べ、やめせ、よっせい、はっ、まだだぜ、せ、このせ、フルパワーだ、でや、せ、さ、まだだぜ、やめよ、はっ、せ、フルパワーだ、やめろ、気をつけろ。決まっていくぜ、飛んでけ、逃がさない、よし、まだだ、やめろ、出やはっ、ここまでだ、さあそこだ、狙いだ、さあ倒れろ、フルパワーだ、そこだ、よし、運が向いてきたな。周囲の様子が変わってきたね、この辺りから。そういえばみんなは一体何のために捕まってた俺を助けてくれたのは月。俺たちは人工衛星の制御装置を破壊しに来た。24シティを根城にしている敵の親玉。人工衛星、そういえば、でもそんなもの壊して何になるんだ。空から監視される。ふっふっふん、ヨウさん、説明が欲しいってお顔をされていますわね。ああ。であれば私がご説明させていただきます。ツル子ちゃん、急に生き生きし始めたね。字は力なりがモットーですので、説明するのは大の得意です。まず私たちが無力化を成功させた人工衛星は、あれは地上にいるネオ東京国民を監視し殺害するために存在している衛星兵器なんです。衛星兵器？はい。
スペース使い3、あの衛星兵器はそう呼ばれています。ひときわ巨大な親機が3機、子機が300機、それぞれが地上を見張り、なぜか発射のエネルギー源が永遠に尽きることもなく、地上では毎日多くの人が、あれを放っておけば今後も千万無量の人々が、私たちはスペース使い3を停止させた後、その唯一無二の制御素、もちろん衛星本体を破壊したわけではありませんが。ちょっと話が大きすぎてついていけないな。ったく、まだんなこと言ってんのか。どっちにしても制御装置はバッチリ壊してきたから、もう衛星兵器のことつーかよ、楽勝だったぜ。ゼロってやつも大したことねえのな。順調すぎた気がするけど。ああ、お前は心配しすぎだっつーの。うまくいってて何が、何にしたってあとは地上に帰るだけだ。トロトロしてって置いてっちまうぞ。警戒するに越したことはないけど、今は101太郎くんの言う通りだね。行こう、もうじきゴールのはずだ。あ、いかにもな通路発見。ほらみんな早く早く。あ、ん、なんか急に暗くなったような。うわあ、門番か。すごい、ロボットだ。ちょっといきなり降ってくるなんてロボットマナー違反なんじゃないの。ロボットマナー違反、完全にロックオンされちゃってるね。見逃してくれるつもりはなさす。ならぶっ、ここで決めるんだ。やっ、ぶっ飛べ、畳みかける。せ、いや、まだだぜ、倒れろ。せ、浮かせてきたな、このスーパーモード。まだやれんだろ。で、これでどうだ。せ、無駄だ、そこだ。そ、逃がすか。フルスイングだ。逃さない。ここまでだ。やせ、飛べ。まだまだ、隙ができたな。このまだだぜ、そこだ。遅い、このフライダーだ。はっ、気を引き倒れろ。よいしょ。まだだ、倒れるわけではってねえよな。ありがとう。いや、はっ、くっ、はっ、寝てろ。はっ、止め、音よりも早く。もらった。せ、かわしてみろよ。宇宙まで飛ばしちゃうかも。で、かたみかける。終わらせてやるよ。まだまだ、倒れ、ここまでだ。せ、もっとすんな、くらいな。せ、遅い。さあ、まだだぜ、これでどうだ。だ、これで終わりだ。雨で戦った、危ねえぞ。うわっ、暗いだ。そこだ。
まだだぜ。倒れろ。ここまでだ。とどめだ。で、気だらけだぜ。最高速度でガッツマスよ。よし、そこだ。はっ、いや、このうがいだ。まだまだ、しっ、はっ、隙ができたな。よっせ、これでどうだ。止め、さあ、音よりも早く。